皆さん、こんにちは。力添え PLC シーケンス講座へようこそ。今回はチャット GPT を使って PLC アドレスマップを自動で作成してみたいと思います。さて皆さん、こんな作業をやっていませんか？私も以前は手作業でやっていました。それなりにボリュームのあるプログラムだとだいたい数時間かかりますよね。 GX ワークスや KV スタジオにはコメントリストを CSV 出力する機能があります。これで十分だという方もいるかもしれませんが、実際には多くの方が指定の Excel フォーマットやオリジナルのフォーマットでアドレスマップを作成していると思います。そこで今回はGX ワークスからコメントを CSV 出力した後、 Excel に転記する VBA をチャット GPT に作成してもらい、実際に動かしてみます。以前の動画でもご紹介しましたが、こちらが長年私が使っているアドレスマップです。 Excel でデバイスごとにシートを分けて管理しています。今回はこのアドレスマップへのコメント転記を自動化していきます。まずは GX ワークスのプロジェクトを開きます。こちらはサンプルのラダーになりますが、そこそこ規模感がある検査装置のラダーなので、だいたい4万6000ステップくらいのラダーです。このラダーのコメントを CSV 出力します。こちらのグローバルデバイスコメントを右クリックします。CSV ファイルへ書き込みを選択して、はいをクリックします。保存先を選択して保存をクリックします。これでコメント CSV にコメントが出力されました。こちらの CSV ファイルはこのようになっています。 A 列にデバイス、 B 列がコメントです。すべてのデバイスが1列にずらっと並んでいて、デバイス種別は混在しています。またコメントが設定されていない、あるいは使われていないデバイスは含まれていないため、どこに何があるのかが非常に分かりづらいですね。こちらのアドレスマップは各デバイスごとにシートを分けて整理されています。デバイスのアドレス番号が連番で一覧化されており、未使用のアドレスも含まれています。それとコメントを入力するセルの列は B 列、 E 列、 H 列、 K 列、N 列になります。今回は GPT-O1 を使用します。 O1 モデルは推論モデルとなっていて、コーディングが得意ということでこちらにお願いしたいと思います。それでは魔法の言葉を作っていきましょう。コメント CSV と PLC アドレスマップという2つのファイルがあります。コメント CSV のコメントをPLC アドレスマップに転記する VBA を作成してください。 VBA を作成するファイルは PLC アドレスマップです。実行キーはコントロールシフト C です。これが魔法の言葉です。これに先ほど作成したコメント CSV と PLC アドレスマップの2つのファイルを添付すれば VBA コードを作ってくれます。収録前に試してみましたが、やはりこれだけではデバッグがそこそこ必要になるので、もう少し具体的にどうしたいのかを追記していきます。ということでこちらがそのプロンプトになります。最初にコメント CSV は開いているか確認し、開いていなければフォルダ選択して開くようにします。コメント CSV の A 列はアドレスですが、アドレスの隣のセルの内容をコピーします。そしてPLC アドレスマップのデバイスと同じシートを開き、同じアドレスの隣のセルにペーストするという内容を各デバイスごとに指示しています。ここでアドレスマップのアドレスのセルの列を指定しておくとスムーズです。ここでは XY だけですが、実際のプロンプトは各デバイスごとに指示しています。次にこの作業を行う前にデータを削除してから作業することを追記しました。また作業状態が分かるようにステータスバーに作業状態を表示するようにしています。ちょっと長いですが、
最初から具体的に作業内容を指示することでデバッグの手間が省けます。ではこのプロンプトをこちらに貼り付けて実行してみましょう。あっという間にコードが出来上がりました。ではこちらのコピーをクリックしてコードをコピーします。アドレスマップのエクセルを開いて開発メニューからビジュアルベーシックを開きます。もし開発メニューが表示されていないときはファイル・オプションのリボンのユーザー設定で開発にチェックを入れてください。ビジュアルベーシックが開いたら一番上の VBA プロジェクトを選択して右クリックメニューの挿入標準モジュールを選択してください。でこちらに先ほどコピーしたコードを貼り付けます。次にショートカットキーを割り当てます。ビジュアルベーシックを閉じ Excel に戻ります。 Alt F8 キーでマクロ一覧を表示します。この状態でオプションをクリックします。ここでショートカットキーを設定します。今回はコントロール Shift C にしたいので Shift と C を押すことでこのようにコントロール Shift C のショートカットキーを設定できます。では実行してみましょう。先ほどのコメント CSV は開いたままですのでこのままコントロール Shift C キーで実行します。処理が始まりました。少しするとステータスバーにコメント転記中と出て進捗がわかるようになっています。この量で2分くらいですかね。コメント転記が完了しましたと出てきました。 OK をクリックするとコメントが表示されました。他のシートも同様にコメントが入ってますね。それにしても素晴らしいです。これだけのコードをほんの数十秒で作成し確認作業を入れても数分で完成してしまいましたね。しかも一発 OK ですからね。ちなみにコメントを全消去したい場合はコメント CSV のコメントをすべて削除してマクロを実行すればアドレスマップのコメントはすべて消去されます。ではコメントを消した状態でこのアドレスマップをマクロごと保存します。これでフォーマットとして利用できますね。このまま上書き保存ではせっかく作ったマクロは消えてしまいますので名前をつけて保存でマクロ有効ブックとして保存します。いかがでしたでしょうか。今回は GXWorks からコメントを CSV で出力しそれをチャット GPT に渡して Excel のアドレスマップに自動転記する VBA を作成する流れをご紹介しました。VBA をゼロから書くのは難しく感じるかもしれませんが AI に具体的に作業内容をしっかり指示することで今回のサンプルのようなフォーマットに限らずオリジナルのアドレスマップにもデバッグなしで対応できるようになります。これはほんの少しの工夫で自分の業務スタイルに合わせた柔軟な自動化が可能になるということでもあります。もちろん手作業には手作業の良さもあります。プログラム全体を把握したり細かいチェックをしたいときにはあえて手で整理することも大切です。ただ時間を節約したいときや量が多くて大変なときには AI と自動化の力を借りて効率化を図るという選択肢もありですよね。ぜひ今回の内容を参考に皆さんの現場でも取り入れてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。